ディズニーシーにターーシに、タトトルトークっていう模様しがあるの皆さんご存知ですかあのタートルトークっていうのは、えー、客船コロンビア号というまあ、これもね揉めたんですよ客船コロンビア号ってねすごいでかいね、あのー、タイタニック号みたいな客船なんですけど全長1 4 0ルあるんですよねでディズニーシー作る時に多分一番金かかってるんですよ一番金かかってるんだけど何の意味もないんですよ <laughs> いい、1 4 0ルもある本物の客船を昔のリベット工法で作るってめちゃくちゃなことをやってるんですけども何のいいもないで頼むからオリエンタルランド側が「これ5 0ルでいいじゃないですかいや1 4 0ートル。いや7 0ルで「いや1 4 0ル。」って言ってもう全然ディズニーが譲ってくれなくて1 4 0ルのフルサイズのまま作っちゃったんですけどもそれでもディズニーはいや安心してくれ実物の8分の7サイズに縮小してやるっていうふうにょってですねちょっとだけ小さ ししてくれたらしいんで,すけどもです、ね、なんかあのそれの後ろの方でやってる、ね、あの催し物なんですよね。で中入ると ファインディングにも出てくる喋るカメが出てきてお客さんがいたのについてこう喋ってくれるというですね一回あの滑らない話で千原ジュニアがですね、えー、ディズニー誌のタートルトークすごいですよって言って全然滑り知らずで客が言ったことを受け取って喋ってどっかんどっかん受けてるというので、まあ、YouTube とかでも有名になったんですけどもですね 行った時にです、ね、その千原ジュニアのやつを初めて聞いてあこれ面白いなと思って行ってみたんですよで、えー、仕掛けが気になったんですよねで大体「いいタートルトーク」の仕掛けっていうのはブログとかで予想してる人が結構いるんですけどもみんなあの暗い会場でこれお客さんの、ね、反応を見るんですよね。 でお客さんが、えー、こんがこな顔してるとかです、ね、ちょっと手挙げたとかです、ね、こんな帽子かぶってるっていうのは全部そのね。だからいろんなところに隠しカメラがあってで離れたところにいる俳優さんがアドリブで演技するっていうのがほとんどの人の考え方なんですけどもディズニーの、ね、やり方ってそうじゃないんですよディズニーっていうのはできる限りライブでやるしできる限り故障しないシステムっていうのを作るんですね。 でおそらくあの「タートルトーク」っていうのは客席があって前にスクリーンがあるんですけどもそのスクリーンの真裏に演者がいると思うんですね。あのスクリーンがいわゆるマジックミラー状態になっていてで真っ暗な部屋の中にそのスクリーンの本当に裏の 1m 以内ぐらいのところにいてお客さんをすごく近くで直で観察してるっていうふうに僕は思ったんですよ。で多分、そううだろうなというふうに思って僕。 タートルドッグ行った時にですね、えー、できるだけ真ん中辺に座ってですね、スクリーンの真ん中をずっと見つめて、さあ、じゃあ次は誰に聞こうかな、というふうにこのあのカメが行った時にです、ね、真ん中辺で、はい、俺見えてるよね、っていうふうに軽く頷いたらですね、もちろん俺をボンと当てられて、<laughs> 名前はなんて言うんだい、年寄っています、<laughs> っていうふうなことで人当たりちょっとやったんですけどもですね。やっぱあの、実験してみてはっきりしたんですけども、あれは真裏に人がいるんですね。 カメラでも何でもない裏に人がいるとそういうふうにですねそのなんだろうな変にテクノロジーを入れずに直に人となんかあの演技するキャストっていう風なものを近づけるっていうのがディズニーのやり方なんですよねであとですねあのホンテッドマンションっていうですねディズニーにランドの方に遊園地があります。でホンテッドマンションもですねあれ仕掛けどうなってるんだっていうので ホログラムじゃないかと。いわゆるお化け屋敷があってですねすごいごク帳の古い建物の中に入っていくとお化け屋敷があってでその中で大広間みたいなところがあるで大広間でお化けがですねぼわっと浮き上がってきてこう動くとであれはなんかどういうふうになってるんだっていうあの言われてるんですけどもホログラムじゃないんですねあのペッパーズ・ゴーストっていうですね19世紀のですねロンドンでめちゃくちゃ流行ったお化け屋敷のやり方なんですけども基本的にはですね明るいライトをたいて 他人物や人形を映してそれを、えー、ガラスで反射させてこの手前のガラスにうっすらと映るとそうすると観客はそのガラスを通して見てるのでまるでそこにお化けがいるように見えるとこれパフュームのあのライブとかでも使ってるいわゆるそのなんだろうな Perfume はもっとハイテクな感じで使ってるんですけど基本的にこれなんですよ。つまり、あのホンテッドマンマションっていうのは、僕らが、 あのゴンドラみたいなやつ乗りますよ。でゴンドラに乗ってガーッと行くときにあのゴンドラの真下にあの動く人形ロボットがずらっと並べてあってそれに明かりを当ててでガラスで反射させて僕らに見せてるだけなんですよね。だからこれだけのすごい単純な仕掛けなんでこんなあのホログラム使ったりとかですねフィルムにしないのかっていうとこの方が動作が確実だからです。一つや二つのメカニズムが壊れてもタートルトークは成立するし。 その、ホンテッドマンションというのは成立するようになってるんですね。決してハイテクに倒れらずに。で、それだったら、その場で臨機応変が効くし、このホンテッドマンションだって、ゴーストたち、お化けたちの服とかも衣装とかもすぐに変えることができるんですね。こういうふうにですね、再現可能で、ローテクで行けるものはできるだけローテクで行くっていうのも、まあ、ディズニーの面白さであります。